これから風っ子宗谷号おといねっぷ村出発式を開催いたします。はい、進行は本日の出発式主催団体でもありますおといねっぷ村若手まちづくりグループの中に所属しております松浦が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。こちらに停車しております風っ子宗谷号ですが、昨日は悪天候により残念ながら運休となってしまいましたが、本日天候にも恵まれ無事実質的な営業運行初日を迎えることができました。今回の出発式は JR 北海道様主催の公式行事ではございませんが、おといねっぷ村にお越しの皆様を歓迎するとともに風っ子宗谷号の運行開始をお祝いしたい気持ちから、私たち有志のグループで昨日急遽開催を企画決定いたしました。非公式の出発式開催にもかかわらず JR 北海道様にもご協力をいただきまして開催の運びとなりました。それでは早速ですが、風っ子宗谷号の運行に際しまして歓迎のご挨拶をおといねっぷ村村長左近勝様よりお願いいたします。こんにちは。多くの皆さんにおといねっぷ村までおいでをいただきました。また風っ子宗谷に150人を超える皆さんたちが本日ご乗車と、聞いているところでありました。心からまずはご歓迎を申し上げたいと思っております。先ほど司会の方から話がありました通り、実はこの出発式のプレートなるものは昨日稚内駅で利用する予定ではありましたが、残念ながらというようなことで本日のお披露目になりました。私たちも長丁場でまずは稚内おといねっぷ、さらには8月の17日からは旭川おといねっぷ、この2つの風っ子宗谷をですね、沿線住民一体となって心からお迎えをしたいと思っているところでありました。多くの人に宗谷線にご乗車をいただき、また道北に足を運んでいただいたことに心からお礼を申し上げまして、ご挨拶をしたいと、そんなふうに思っております。皆さん申し訳ございません、あちらの方もご覧ください。2番線の2と書いているところにですね、稚内の工藤市長がおいででありましたので、拍手で、札幌の方にお出かけのようでありますから送っていただければと思っております。またJR 旭川支社島社長の方もこちらの方においででありますので、現在緑の旗を振りますので、ぜひ皆さん拍手でありがとうございます、お礼を申し上げてください。それじゃ最後になりましたけども、風っ子宗谷ご利用していただいたことに重ねてお礼を申し上げまして、村を代表しての挨拶に返させていただきます。大変ありがとうございました。ありがとうございます。左近様ありがとうございました。次に風っ子宗谷運行初日に合わせまして、地元おといねっぷ中学校の生徒の皆様がさまざまなおもてなしなどを行っていただきましたのでご紹介したいと思います。生徒の皆様はこちらへお並びください。私たち有志グループでは風っ子宗谷応援会議プロジェクトを立ち上げ、沿線や全国各地から歓迎おもてなしのアイデアを広く公募いたしました。その際に地元中学生の皆様から手作りの特製キーホルダーをお客様へ渡すなど、さまざまなアイデアを応募いただき、今回このような形で私たちと一緒に歓迎おもてなしに参加していただいた次第です。順不動にはなりますが、ご紹介させていただきます。
音稲部中学校1年生市岡キラさん、大牧月奈さん、2年生中山玲也さん、伊藤雫さん、今野恭平さん、3年生大牧乱太郎さん、中山真人さん、藤田太一さん、以上8名の皆様です。そしてこの後、藤田海地さん、市岡キラさんには音稲部プ駅長様とともに風っ子宗谷の出発合図も実施していただくことになっております。中学生の皆さん、ありがとうございました。元の場所へお戻りください。以上をもちまして、風っ子宗谷号音稲部プ村出発式を終了させていただきます。この後、中学生による出発合図の準備へ移らせていただきます。列車へご乗車のお客様はお乗り遅れのないようご乗車ください。また地元スタッフによるお見送りも行いますので、会場の皆様もご一緒にご参加いただけますと幸いです。本日は誠にありがとうございました。